はい、皆さんこんにちは。今回は、まあ、前回に引き続きですね、電子辞書を開封していきたいと思います。なんかふらついてんな。はい。爪がかゆい。エレクトニックディクショナリー。XDA4800BK。ブラックですね。専用 USB ケーブル、タッチペンと専用ヘッドホンと、あ、アルカリ電池ついて、ああ、でも、はい。マイクロ SDHC メモリーカード対応、エネループ対応、エボルダ対応。ということで、こんぐらいですかね。では、早速、開けたいと思います。山田にも行ったんですけど、山田はブラックが品切れということで、しかも 26,800 円だったんですね。はい、まず、USB ケーブル。これは、専用って言ってもあれですね、ミニ B ですね。そして、取扱説明書等。ビニールやってない。はい、そして付属のタッチペンは本体に収録されてます、はい、1個しか付いてないんか。そしてヘッドホンですね、まあ、ヘッドホンはこんなん使う、自分の持ってるヘッドホン使います。で、電池が普通だったらね、どこかわかんないようなメーカーの、英語表記のマンガン電池だったりするんですけども、これはいいですね。あ、でもこれ、英語表記だ。あ、違うか。普通のとなんか違いますよね。普通のパナソニックの電池ないな。オキシラだってあるんですけど、なんか違いますよね。なんか使ってないっけ、今。パナソニック。あ、あった。マウス使ってますね。こんなんなんですけど、なんか違いますよね。軽く違う。入れ組み用って書いてあります。松下電気産業だって。これもだ。松下電気工業か。日本製なんですね、これ。見にくいですね。2015年の1月まで、まあ、軽く日本語で書いてあります。パナソニックコーポレーション、あ、パナソニックコーポレーションだけど、でも中国語表記だと松下なんですね。なるほど、メイドインジャパンだね。まあこういうのはいいとしてですね、はい、はい、では早速本体の方をね、A4800。 まあなんかシールついてますね。なんか120コンテンツ、ツインタッチパネルということで、はい、黒になります。まあまあ見慣れたクオリティキーボードですけどね、待ちに待った電子辞書、当然電気も入らない。
スピーカー内蔵ですね。モノラルだけど。はい、まあこんな感じですかね。よいしょ。どうしましょうか。まあとりあえず電子辞書開封ということで、実際使っていく初起動画面とかはですね、ちょっと次じゃね、次の次ぐらいに紹介したいと思います。では。